穴山の仏巳は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。甲斐、武田氏の家臣で、尾一門衆の一人、穴山氏七代当主。壮年期に偵発して、梅切祭不死と合したので、穴山売雪の名でも知られる。後代には、武田二十四将の一人に含まれており、南松院所蔵本では、信玄の傍らに配置されている。 信玄末期より使え勝頼期にも重臣として使えたが、織田信長の公衆性抜が始まると、武田氏を離反した。天文十年、穴山信友の嫡男として生まれる。幼名は、勝千代。後に、彦、六郎、砂金後。穴山氏は、武田勢を免許される、後一門衆に属し、信友、新君二代にわたり、武田宗家と婚姻関係を結び、親族意識が、 高かったと考えられている。ただし、武田氏との同族意識は、父の信友以上に強かったとされる一方、武田宗家の信玄側の海の両国支配あるいは、家臣団統制に関する文書ではあくまでも、穴山氏と表示されている。信友の頃には下山館を本拠に、河内地方を領し河内支配において、武田氏による支配とは異なる、独自の家臣団組織や、 行政組織を持っていた。高城佐伯によれば、天文22年1月15日には、甲府間に移っており、これは、武田総計の人質であると考えられている。永禄元年11月には、河地領支配に関する文書が見られ、父の信友は、同年6月から11月頃には出家しており、この頃には、家督交代がなされたと考えられている。 紅葉軍艦によれば、A64 年の第四次川中島の戦いにおいては、信玄本人を守ったという。戦後、武田屋中では、信玄の着難、武田義信による無本が発生する。紅葉軍艦では事件を A67 年7月の出来事としているが、A68 年6月に義信とその側近である、長坂、曽根氏が二宮、三和神社へ立ちを奉納していることから、 実際には、A68 年7月の出来事であったと考えられている。吉信事件は三国同盟維持派の吉信と今川氏との同盟を破棄する信玄派の間の対立構図が考えられているが、甲斐の国史によれば、美信過去を根拠に、A69 年に、真空の弟、穴山信義が自害したことを記しており、吉信事件と関係があるとも考えられている。 当主である信君の立場は不明であるが、穴参加中においても内向が存在していたとも言われる。武田氏は信玄後期に、駿河国、東東海国への侵攻を行いうようだ、徳川勢力と対峙するが、この駿河、東東海侵攻において、信君の活動が見られる。武田氏は、A61 年に駿河侵攻を開始するが、信君は侵攻に際して、 内通を試みた今川家臣や徳川氏との取り継ぎを務めている。翌六十2年には、富士氏が牢上する大宮城を桂山氏元と共に攻めている。その後駿府を占領した武田氏に対し相模国の後、北条氏、三河国の徳川氏が今川救援のために出兵すると、同年4月に武田方は一時外へ撤兵する。この際に信君は、 沖津横山城において牢城し、万沢氏や新住したもちづに対して、治業を与え在地支配を試みている。駿河は第二次侵攻を経て、武田領国化されるが、信君は山形正っの公認として、えじり代となり、市場領としてのえじり領を形成したという。天正3年5月21日に行われた、織田、徳川連合軍との長篠の戦いでは、 武田信豊、小畑信貞と共に中央に布陣する。長篠の戦いでは、多くの武田重臣が奮戦して戦死しているが、信君、穴山氏に関しては、初記録に戦闘の様子を記したものが見られず、穴山氏の多くも戦後に無事帰還している。紅葉軍艦、紅葉軍艦末書では、信君は、長篠合戦において、積極的攻勢に出なかったと記しており、信君は、 決戦に反対したとする記録も見られる。長篠合戦に敗退した武田勝頼は、信濃国へ逃れると戦後処理を行い、同年6月2日に、甲府へ帰還した。紅陽軍艦において、信濃北部の海津城に在城していた武田家臣、春日虎津ラは敗戦の方を知ると、信濃国駒場において、勝頼を迎え、五箇条の検索を行ったという。 虎綱は五カ条の検索において、相模の御北上氏との婚姻による交渉同盟の強化や戦死した重心指定の奥金受衆取り立てなどを進言し、第五に武田信豊と穴山信君の切腹を進言したという。公葉軍艦では、虎綱が信君、信豊に切腹を求めた詳細は記していないが、勝頼は北上との同盟を除いて、 虎綱の検索を知りけたという。光悦、伊佐ム進殿武下や二十歳四章穴山伊豆出身料天正八年、出家し、売説祭と合した。天正九年十二月、勝頼の長身、長坂のどか、後部勝助らを憎み、織田信長に内通し始め、翌年二月、勝頼が娘を信君の着難に目とらせる約束を、 午後にして、武田信豊の子に目取らせるとしたことに激怒して、家康に降ったという話が、飯田忠彦の矢しに見られる。天正10年、織田信忠の改信校に際しては、2月25日に甲府にいた人質を逃亡させ、海一国の新君への配慮と武田氏の名跡継承を条件に、2月末に徳川家康の誘いに乗り、信長に内容した。その結果、 信君は、小田政権より、開花は治療とするがえじりりを安堵された小田氏の従属国衆となり、徳川家康の寄り木として位置づけられた。同年5月には信長への御霊言城のため、家康に随行して上落し、大見国安堵において、信長に越見する。堺を遊覧した、翌日の6月2日に、京都へ向かう途上で、明智光秀の謀反と信長の死を知り、 家康と共に、機内を脱しようとするが、宇治田原で、公民一揆の襲撃を受けて亡くなった。家忠日記では自害、信長後期では、一揆により生涯されたと伝え殺害と自害の、両方の意味がある。一方、フロイス日本史では、信君は、家康一行から遅れて移動していたところを落ち、武者狩りの必要な襲撃に愛拶害されたとする。東照宮五ゴでは、 信君が家康を、疑い別行動を取ったところを、光秀から家康追悼の命を受けた、一期勢によって家康と誤認されて、家臣の帯金、三作守らと共に、宇治田原で殺害されたとする。このように、自害ではなく落ち武しゃがりや一期によって殺害されたと、する資料も見受けられる。一方、別行動を取ったとされる家康はかろうじて、三河国に帰国した。 紅葉随筆では、墓所は草、池村木津川の西南団の丘と記されている。法意味名は、冷泉寺伝古道修行大古寺。天正神後の乱穴山信君の没後、着難穴山勝千代が武田氏当主となる。天正10年6月に発生した品の会をめぐる天正神後の乱では、穴山氏は徳川家康に侵入した。穴山信君は、 武田親族宗の秋山氏の娘である、お妻の方を、自らの幼女として、家康に、腰入れさせた。一説には、武田信玄娘、松姫の身代わりだと言われている。天正十五年、穴山正千代が死去。徳川家康と、即室お妻の方の子で、徳川家康椅子を、万千代が買い、武田氏の名跡を継承した。なお、武田信吉は、 天正十八年に、海川治療から、下佐国小金城三万国分法。江戸時代慶長七年、武田新吉は、日立国民と十五万国に封ぜられ、穴山市を中心とする、武田臣をつけられて、武田市を一時再興した。信君は、武田滅亡に際して、武田家再興を名目に、主家から離反しているが、同じく信玄の娘婿でありながら、 おだけに寝返った、木曽義政や軍内領主の小山田の武らゲと共に、主家から離反した行動に関して、これを無本とする否定的評価がある。また、戦後の実証的、武田研究においては、戦国領主としての穴山氏や小山田氏の位置づけに、関して様々な見解が示されているが、矢田俊文は、穴山、小山田氏と武田氏の関係を、 連合政権であったとする見解を示し、信君や小山田信主の離反は、主化滅亡に際して、個別領主の立場から離反に至ったとしている。また、秋山隆氏は、穴山市歴代当主の武田親族意識の観点から、新君の親族意識は特に強いものと指摘しつつ、信君の離反は、武田家最高ではなく、穴山市自体の発展を意図したものであるとしている。 ありがとうございます。